今日も成長を楽しんでいきましょう。こんにちは、スイです。お尻のさ、下の部分、そう、下尻ってやつですね。あそこなかなかさ、鍛えるの大変でさ、ぷよっとしちゃうわけなんですよ。でもこれ眠る前とかでもできる今日は動きで、お風呂ベッドに入ってめんどくさいなと思ったら1種類でもいいから一緒に続けられるように作っているので、一緒にやってどん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 あそこ上げていきましょう。2023年上げていくぜ。さあ、より上げていくぜのためにまずはストレッチで可動域を広げていきます。足を4の字にして胸に近づけていきましょう。こんなストレッチする必要あるの？なんて思ってるそこのあなた、こうやってね、しっかりストレッチすることによって効果が増し増しになりますからね。どうでしょうか、皆さんのお尻伸びてますか？さあ、反対の足もやっていきましょう。ここはね、無理するとこじゃないですよ。気持ちよくね、マイペースに伸ばしていきましょう。もうね、筋トレも体作りも全部もマイペースが大事ですね。人生もそうですね。ということで、気持ちよく伸びましたでしょうか？さあ、トレーニングを始めていきます。足の裏と裏を合わせてお尻をしっかり上げていきます。この時に腰から上げないでね、骨盤の下の方を上に持ち上げるようなイメージです。そして足の裏と足の裏をしっかりと合わせます。力を入れると下尻に力が入ってくるの感じますでしょうか？なかなか感じられないなという方は、その上げたい部分を押してみてあげてください。触ってみてあげてください。そうするとね、あ、ここに力入れればいいんだなってだんだん認識できますからね、なんて喋ってたらあっという間に終わりです。10秒の休憩いきましょう。次は膝の上に反対の足を乗せて4の字になるような感じですね。両手を床に置いて安定させながらお尻を上げていきます。お尻を上げる、しっかり上まで上げましょうね。この時も腰から上げるんじゃなくて、しっかりお尻から上げる。頑張ってると呼吸止まっちゃうので、呼吸もしっかりしていきましょう。吸って吐いて吸って OK です。さあ、反対の足もやっていきましょう。準備はいいかな？ 2、1、 ファイトファイト。どうですか、皆さん左右差ありますか？こうやってね、普段から自分の体動かしてあげてると、自分の体の状態把握もね、できますからね。あと、もうちょっと刺激入りづらいなと思ったらね、触ってあげちゃいましょう。下尻を上がれ。さあ、10秒の休憩です。ここまででも頑張っているけど、もうちょっと頑張れる人、一緒にもうちょっとやっていこうね。さあ、次はヒップリフト、お尻を上げていきます。片方ずつ刺激を入れた後に両方刺激入れちゃいましょう。これもね、腰から行きやすいので、しっかりお尻を上げて、お尻の穴を締めるイメージですね。そして足の裏はしっかり床を踏み込みます。踏み込めば踏み込むほどお尻に刺激が入ります。上の方で小刻みにやるとより負荷かかってきます。さあ、10秒の休憩です。今度はちょっと横になっていきます。足を少し斜め上に上げていきましょう。この動きはメインはお尻の横の方を鍛えてるんですけど、刺激がしっかりと入れられた方は下尻にもかなり効いてくる動きになります。あ、なんか下尻に力入らないなという方は触ってあげましょう。とにかくこの下尻ちゃん、恥ずかしがり屋なのでしょうか、ちょっとですね、刺激入りづらい場所になってきますね。なので、少しずつ成長させていっちゃいましょう。もう少し、はい、OK。 リラックスしながら反対の足いっちゃいましょうね。斜め後ろに確認しながらゆっくりやっていきましょうね。さあ、スタートです。お尻の横から下の方に今刺激が入っています。ポジションを確認しながら少しずつ慣れていきましょう。楽しみにしててほしい、このトレーニングが終わった後の自分のお尻を。立ったらね、あれ、ここ力入ってなかったのに入り始めてるなんていう方も多いはずです。私がそうでした。
そしたら普段の動きから下尻鍛えられちゃいますからお得ですよ。さあ10秒の休憩です。今度はうつ伏せになって足の裏と裏を合わせて小刻みに足を上げていきます。お尻の下の力で足を上げるイメージですね。でなかなか力入りづらいよという方は足の裏と足の裏をもっともっと力強く合わせ合ってください。そうすると下地にぐんぐん力が入ってきます。この動きだけ1分耐久となってます。ここに来てちょっと長くしちゃったよ。でもねこれやり終わった後達成感めちゃくちゃあるので一緒に頑張っていきましょう。あるだけ小刻みに下尻をアップアップアップ。力入ってきたでしょう。どんどん入ってきたでしょう。体はね上半身なるだけ浮かせないでくださいね。そして腰がなんか痛いなという方はねちょっと無理しないでください。股関節周りがまだちょっと硬いのかもしれないですね。ストレッチとか入れつつ一緒に頑張って進んでいきましょう。できる方はもうちょっと頑張っていきますよ。小刻みに小刻みに。筋肉は何歳になっても成長してくれますからね。一緒に頑張っていきましょう。あともうちょっと。お疲れ様でした。ナイス。ラストきつかったね。でもこのラストがいいよね。気持ちよかったね。終わってみたら気持ちよかった。途中はちょっときつかったけれども、ということでですね、なかなか普段の生活では力が入れづらい下尻ちゃんだけど、こうやってね刺激入れていけば日常からも使えて、どん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 下尻ちゃんがいなくなっちゃうから寂しくなるね。はい、寂しくなりたいですね。ということで今日も皆さんお疲れ様でした。今日やってね、もう私もねもう一人だとなかなか続かないんだけど、みんなと一緒だから続けられてます。本日の動画が良かったよという方、ぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録して、また一緒にぜひぜひトレーニングして体を進化させていきましょう。それではまたうたらずチャンネルで会いましょう。またね、ありがとう。バイバイ。疲れたね。頑張った。